どうしてもお帰りいただけないようでしたら、実力行使ということになりますね。よろしいですか。ほう、いい度胸しとるやんけ。ほんなら、こっちも力ずくでも教えてもらうで。兄弟。おう。あ、真島さん、いらっしゃい。お邪魔すんで。いや、それにしても暑いな。まだ4月やっちゅうのになんやねんな、この暑さは。なんや、30度もあるらしいわ。ほんま、この国はぶっ壊れとんのとちゃうか。この国っちゅうよりもこの世界やろ。これがいわゆる環境破壊っちゅうやっちゃ。お、自分ちょっと頭良さそうやん。当たり前や。オゾンがどうこう言うてたわ。誰がや。うちの親父が。はっ、島の藩が。なんや、世の中の流行は環境問題らしいで。これからうちらの業界も環境に気ぃ使わんといかんらしい。はぁ、アホらしい。おれ。うわ、スイカや。せや、こないに暑い日にはちょうどええ思ってな。へえ、春先でもこないに立派なの売ってるもんなんやね。ま、ちょっと高かったけど。せやけど、しばらくの間こないなもん食えんようになるやろし、前祝いみたいなもんや。ちょ、前祝い？おう、安子、せっかく兄弟が来てんねや。ちょっとビールでも買うてこいや。はいはい、行ってきます。あ、なんかつまみもいる？お、おう、頼む。わかった。
なんや、安子ちゃん知らんのか。当たり前や。明日人殺しに行きますなんて言えるわけないやろ。他にも言い方あるやろ。俺ら二人明日から長いお勤めや。最後の別れくらいちゃんとしとった方がええで。いらんそんなもん、縁起でもない。おい、それより例のあれ持ってきたんやろな。ああ、まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁、1丁につき6発撃てるとして36発は発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。何人くらいになりそうや。10人弱ってとこやろな。せやったら一人頭に 3,4 発使えるっちゅうことやな。十分な数や。なあ兄弟。逃げ出すなら今のうちだ。2対10、奇襲とはいえ圧倒的に不利な戦いだ。それにたとえ成功したとしても短くて10年、下手すりゃ無期懲、いや死刑だってあり得る。俺は天涯孤独の身だ。島野の親父を親父と呼ぶようになってから覚悟はできてる。でもお前には安子ちゃんがいる。冴島、お前本当に。何しとるんじゃ兄弟。くそ。今日からここがお前の棒だ。入れ。手錠出せ。食事は17時。それ以外の細かな規則に関しては渡した書類に書いてある。ここは普通の刑務所とは訳が違う。死刑が執行されるまで少しでも長く生きたいなら、せいぜい目立たないように。
あんた本当に冴島なのか、本当にあの冴島大河なのかって聞いてんだよ。どういうことや、上の清和会が生き残ってるやと。ああ、そうだ。
あ、はい。
Yeah.
先行け。どうした？なんでオロを先に？もともとこの脱獄はあんたが計画したもんや。それからあんたが先に行かんとあかん。あんたが生き残らんかったら俺にとってこの計画はパーや。何言ってんだお前。
俺はもう何も失敗しとうない。絶対に後悔しとうない。それにあんたは嫌なやつかもしれん。せやけど俺を裏切らんかった。俺はそれだけで十分や。お前やっぱりまだ25年前のこと。ええから早せ、刑務官が来てまうぞ。早く。あんた先行け。あ、何言ってんだ。俺はあいつらを足止めしとく。あんたは先に海に飛び込んで逃げろや。佐島、はよせ。
なんで？なんかよ、後味悪いじゃねえか。あのまま行ったんじゃ。それによ、お前が二人目だったんだ。信じてくれたのがよ。今度はお前の番だ。ここまで来れば大丈夫だ。あとは溺れ死ぬ前に陸地に上がれるかどうかが問題だ。お前には時間がない。先に行け。そやけど俺は。お前は死刑囚だ。脱獄したら真っ先に殺に追われるのはお前だ。あんた。それに俺には切り札がある。さっき署長室で探してた奴のことか。ああ、これさえありゃ俺はまだ這い上がれる。さあ行け。ほなな、兄弟。兄弟。ああ、形はどうあれ、俺とあんたは同じ罪を犯した仲間、兄弟や。佐江島。佐江島。佐江島、こっから無事出てやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。俺とお前が組みゃ最強だ。東商会、いや日本の頂点だって夢じゃねえな。どうだ、いい話だろ。浜崎、だからお前はこっから浜崎逃がさねえぞ。この野郎。浜崎。
さ、佐江島。キ、キリュウだ。こっから出たら、キリュウって男のとこへ行け。何やと、何言うとるんじゃ、おい。そいつは、沖縄にいる。その男を頼れ。キリュウだぞ。いいな。浜崎、浜崎、おい。何すんだ、離せよ、おい、うおい、やめろ、おい、やめろ。うわ、浜崎、浜崎、くそ。起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。あ、おじさん。
やるやないかい。あんたもな、すごすぎるくらいだぜ。何してんの、おじさん。ねえ、何してんの、やめて、二人とも。はるか、浜崎に顔向けできん。浜崎。くそ、体が持たん。おじさん、この人。Mm-hmm.